サンフランシスコは1936年に制作、公開されたアメリカ映画である。W.S. バンダイクが監督、クラーク・ゲーブル、ジャネット・マクドナルドが主演した。1906年のサンフランシスコ自身を題材としている。主題歌、サンフランシスコは1984年よりサンフランシスコの歌とされている。1906年4月18日午前5時13分。 サンフランシスコ地震が起きる。物語は、その数ヶ月前、1905年の大晦日に始まる。年明けを祝うサンフランシスコ市民の群衆に混じり、ステージ付き酒場、パラダイスのオーナーであるブラッキーノートンは、焼け落ちる商店と消防車をすり抜け、自分の店に戻る。そこに、火事で職場を失った女性メアリー・ブレイクが、歌手として自分を売り込み、 週休75ドルという、思わず女性が卒倒するほどの発給で、とりあえず採用される。次の日、ボクシングのトレーニングに励むブラッキーのもとへ、市の商人たちが火災防止条例を制定するために、ブラッキーに対し建物改革委員に立候補することを要請する。そのような偽善行為は嫌っていたブラッキーだが、火事によって孤児になった子供の話を聞いて考える。ステージで、 サンフランシスコなどを歌うメアリーに、もっと、ハイテンポで、などと指示をしているリハーサル中の店に、地元の名士で地主であるジャック・バーリーが、イタリア人の音楽家ワルディニを連れてやってくる。音楽家は、メアリーの歌に惚れ込み、バーディがオーナーである、ティボリ劇場のオペラに出演しないかと誘い、ブラッキーは、契約があるから、と拒絶する。ブラッキーは、幼馴染みの聖職者である、 マリン神父の教会で、聖火隊で歌う手助けをメアリーに頼み、神父とメアリーは、会話をして、教会のオルガンのために、多額の寄付をした、などというブラッキーの意外な側面が語られる。立候補が決まり、演説とパーティーが行われる席で、地下の下落を気にするバーリーが演説の妨害を、するための部下を送り、ブラッキーはその者たちをノックアウトし、当選の意思を固くし、 チキンボールという芸術イベントの賞金を選挙資金に回すことまでを考える。メアリーとブラッキーの恋愛は順調に進んでいたところにその関係を好ましく思っていないブラッキーの元恋人であるデラとその仲間たちから冷たい目で見られいたたまれなくなったメアリーはバーリーの劇場に行きオペラ歌手として歌う。なんとかメアリーを取り戻し結婚の約束まで固めたブラッキーは しかし、パラダイスでのステージ衣装の露出度に抗議する、マリン神父を殴り、メアリーはそんな彼を再び捨てて、バーリーの家に行き、その母と話をして、家柄よりも人柄を認められる。バーリーの手下に店を壊され、新聞には、バーリーとメアリーの婚約記事が載り、さらに店は、チキンボールの前日に、警察の手入れがあって、踊り子全員が留置される。当日、 どうあってもイベントに参加者を出すことは無理と知った。ブラッキーは店を畳んで一年の金庫刑を受けることをメアリーとバーリーに告げるためだけに会場に行く。デラはあまりのことにメアリーに対してすべてはバーリーの陰謀、裏工作であることを暴露する。出場者がいないためパラダイスは危険ということにと語ろうとした司会者に対してメアリーは自分がとステージに上がり、 サンフランシスコを歌う。会場は大いに盛り上がり、賞金を手にするメアリー。しかし、それを差し出されたメアリーに対して、こんなものはいらない、と拒絶し、トロフィーを叩きつけるブラッキー。そこに、大地震が発生する。壁が崩れ、建物は倒壊し、瓦礫にうずもれてバーリーは死ぬ。大混乱の中、行方不明になったメアリーを探し、炎症を防ぐために、 街の建物が次々と壊される中、さまようブラッキーは3日目に教会で介護に励むマリン神父と再会する。メアリーは生きている、とブラッキーに告げた神父は医療テントと避難所がある丘の上に二人で向かい、そこで被災者のために歌っているメアリーを見て、ブラッキーはひざまずいて神に感謝する。火が消えた、という知らせに歓声を上げた被災者たち、それに、 メアリー、神父、ブラッキーたちは、リパブリック参加を歌いながら、一段となって、街が見下ろせる場所に向かう。瓦礫の山となったサンフランシスコに、それから数十年後、再建されたビルが立ち並ぶ画像が重なって、エンディングとなる。ありがとうございます。